炙って焼き魚にちょっと食べたい。炙ってかも。焼き魚美味しそうじゃない。こんな。おお、これでかいでかいでかい。やばいやばい。けけけけけ。けけけけけ。でっかいでかいでかい。じりじりじりって。ドラッグで寄ったな。急に来た。入ってるんじゃない。もう飲み乗ってないかな。どうか。気合島だから。軽いか。話したんだとな。わ、なんか初速怪しかったね今の。ねえ。びっくりした今 GT じゃねえと思ったよ。ついてないか。軽い。ちょっと置いとくか。切られたか。話した話したか。ま一回も待った方がいいぞ。5分待って。すごい。ギア入ってるあたりだと、マジギア入ってた。ブーって言われた。いっちゃんさんとんでもないのを釣った。ちょっと見て。見て。何？やばくない？差しがない。洗ったんですよ。うん。洗ったら油浮いた。うわすごっ。こんな。美味しい。とんでもないとこにお前置いてるな、うん、間違えた。なんかお皿に見えてた。平成レベル100だな店即閉店閉店だろこれ。うちの店こだわってるモンドウールレベルじゃねえぞって言われて口を揃えて控え島のみんなに戦いはまだ始まったばっかだからな。確かに1日目の夜だからまだ寝てもないから戦ってもない。早速もう食べていいんじゃないですか、いっちゃんさん。確かに俺戦い終わったからな戦い終わった人は次に俺の調整あるだろ。2日目から右上に写真で中国来る気ないじゃないですか。休んだみたいな感じで右上でコメントしてるあ、バンバンのさ、曲がってるよ、曲がってるもっとこうした方がいいだろうどうぞ。いいですか、じゃあ、はい、こっちの方から。絶対うまいいただきます。うまい。やばい。やばい。倒れた。うまい。倒れた。いただきます。うま。甘い。うま。うまい。来た。これよこれ。これだよ、わかな。紙。マジで美味しいよね。本当にシガテラさえなかったらこれ絶対高級魚だったんだろうなって。寿司屋でも。うん。毎回思う。スシローだったら金の皿とかね。ママのこと気になるな。気になる。餌変えてきていい？もう俺、うん、ちむどんどんしてる。よし、ちょっと餌変えてきます。そのままついていっていい？はい。さあ、おいおい、やばいやばいやばい、見て。やばいやばい。何これ、何これ、魚がいっぱい跳ねてる。ちょっと明るくできます。絶対 GT 出る、絶対 GT 出る。これあ、タモ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 、すくって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 、ダツ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 、すくって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 、なんかこれダツ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 、いっぱいいる。しやっばいいっぱいいる。やっばいいっぱいいる。映らないカメラで。映らない。絶対ガーラいるだろこれ。ガーラ絶対いる。ガーラいるな。いっぱいいる。やば、100匹以上いますね。うわすごっ。さあ、百号竿にあたりが、え、竿先動いてるさ。巻いていいですか。巻いていいよ。さあ、ウツボっぽいなこれ。いや、違う、突っ込んでる。突っ込んでる、根に入られてる。あ、けど負ける負ける負ける。すぐ上がってくるよ。さあ、まだ見えてこない。あれ、ウツボだ。あー百号竿にかかったのはウツボちゃんでした。まあ、なんだよウツボか。けど餌としてはいい上等だからね。あー切れた、切れた。さよなら。ウツボちゃんが帰ってった。みんなみんなされてる餌。どうなってる。みんなみんなされてます。タラシでも食ってくるんだな。ほんとだ、ほんとだ。サバがみんなみんなされてってあたこたもないんだけど、これ許されないことだな。許せない。これリベンジだな。許せない警察員機械島始まりました、うん、員機械島始まったな。許さない、僕は許さないよ、始まったな。許さない、絶対しても厳しくね、うん、取り締まり習慣始めていかないと我々のメンツもありますからね、うん、責任持って
じゃあ餌を変えて、はい、サイド謙虚目指して、謙虚目指してウツボ釣りましょう。行きます。さあパンチヒット。いった。石体か。かすみ。かすみ味。急に来た。カマある。モーニング。左。よっしゃ、ゲット。Thank you。 やったね。おお、でかい。開けてみたら、ナイスサイズ。ワイヤー食べてるんだ。ワイヤー食ってるね。うわ、おお、いいね。ナイスナイス、綺麗。めっちゃおめでとう。ありがとうございます。おめでとう。モーニングかすみ味。かすみ味、背びれが綺麗ですね。めっちゃ綺麗。ブルーフィントリバリーって言われてますね。ヒレが全部青いから。青木ファイターって花城さんが。青木ファイター、見てください。ナイス、しっかり青いで、上から見たらもっと青いですよね。よっしゃー、いいね。朝から一発出たね。朝真面目、ちょっと頑張るか。じゃあ、はい、ありがとうございます。よっしゃ、頑張ろう。チャンさん、なんかヒットしてるみたいですね。回収してるんだけど、一応全然動かないんだけど。はい、めちゃくちゃ重い。餌かな、魚っぽいんだけど、この重さ。おお、あ、なんかついてる。ついてはいる。せーの、ウツボ。ほんとさ、水から。ウツボ、ウツボ、すごいことなってる。リーダー回収機だな、これ。すごい、めっちゃぐるぐる巻きされてるさ。これ、ハリス切るときにやるやつさ。マジで太すぎますよ。すごい、1メーターぐらい体で巻いてる。自分で車って息抜きに乗ったんだろうな。これも餌になります。はい、いい餌じゃないですか、これ、ね、サイズ的にいいぐらいだね。すごいな、この巻き方。やっぱり仕掛け込み直して、はい、サイド投げます。頑張りましょう、今日も。そして秘宝っすね。なんか雲、降らしそうな雲ないんですけど、あれっすね。またボケた。今日晴れ予報なんすけどね。でも、もう止まない雨ないっすからね。いつかは止むでしょ。いつかは止むでしょ。はい、午後からもう太陽のマーク出てるんで、天気予報は信じて頑張りますか。はい、今日も一日お願いします。はい、お願いします。じゃんけんぽん、ズコ。はい、引かせずり。バンバンは引かせずりっすね。そう、負け餌巻いたらさ、音で3の字バッてくるんだけどさ、うん、ヒューンって消えて、また負け餌ポンって入れたらヒューンって来て、バーって消える。でも餌は食わない。餌は食わない。てか、オキアミ拾ってるよ。負け餌拾ってる様子もない。魚いない。バンバンサングラスかっこいいな、これ。バレた。最近プロ野球でこういうサングラス流行ってるよね。うん、流行ってる。 WBC とかつけせそうな人もいたし、プロ野球なろうかなと思って。おー、ほんとだ、3の字いっぱいいるんすよ、下に。これ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 、ちょっと映ってる。これ見えてる魚、3の字っすね。3の字めっちゃいるんだけど、いっぱいいる。絶対行くわ。はい、パンチの方もついに準備ができたそうです。はい、はい、今回使おう餌は、こちら昨日の、うん、おー、夜光貝。夜光貝、これあれっすね、磨いたら綺麗になるやつ。で、夜光貝をこんな感じで切って。あ、一口サイズ。一口サイズ、うん、一口、二口、三口ぐらい。こんな感じで、なんか地元の人が夜光貝釣れるよって言ってて、うんうんうん、ちょうどスーパー行った時に夜光貝いっぱい売ってたんで、夜光貝いいなと思って食べようと思って10個ぐらい買ったけど、ガラサ以外も釣れるんだって。へえ、しかもさ、こっち明らかにでかいような鱗が落ちてる。見て、多分アーガイの鱗だと思うんだけど、多分ガラサやってる時に釣れたんじゃないかな。確かにね。いや、本当は10個買って10個食べようと思ったけど、今日はしゃあないからガラサーたちにあげることにしました。で、ガラサー食べような。ね、もっと美味しくなるぜ。
はい、お願いします。はい、頑張っていきましょう。はい、バンバンです。ちょっとみんながいるところから、みんなちょっとこっちでパンチがいて、こっちヒッチャーさんいるんだけど、ここからちょっと 50m か 60m ぐらいちょっと離れたところで、見てください、これリーフがあるんですよ、際の方に。でここの方になんと沖縄の人なら、沖縄の深瀬市ならなかなか会えないと言われているオナガグレがいるんで、ちょっとオナガグレとかなんか餌になればいいなって思う魚がたくさんいるらしいんで、こっちでちょっと深瀬釣りをしていきたいと思います。よし、じゃあ早速ちょっと深瀬釣りを始めたいと思います。いやー最高。まだちょっと肌寒さ残ってるからマジ出そう。穴が、おっしゃ、さあ食ってきたぞ。なんだ、何や。はい、一匹目はベラでした。こちら、ベラです。そう、喜界島の海の中ちょっとどうなってるかちょっと気になって沈めてみたんすよ。海の中どうなってんの、喜界島へん。はい、りっちゃんさんも来たんで一緒に。まず、落としてる途中18秒のところなんですけど、うん、いたいた、美味しい魚が見れるんすよ。これ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 、お、土ほどり、これ胡椒鯛です。胡椒鯛、胡椒鯛、あ、魚卓にあったな。これ結構今の時期とか脂乗ってて美味しいんですよ。うわ、釣りてこれは。で落として右の黒い2匹いるね。黒いのの奥に多分これ霞味、カツオ霞味っぽいっすね。これ霞味もいるのか。朝一釣ったおぉすごいやつっすね。もしかしたら探してるかもしれないですね。ごめんよ、なんかなんかすごい悲しそうな顔してるな、今の顔横顔でなんかもう感じ取れますね。魚影が濃いね。魚影は濃いんすけど、なんかおぉってなる魚がまだいない、まだなかなかいなくて。結構魚影濃いの分かったんで、ちょっと楽しみだな。はい、今日昼深瀬たくさん釣れないかな。バンバンもね、深瀬頑張ってんだけど朝から、はい、今のところ釣れてないような雰囲気だね。なんかかけてる、もしかして。確かにやばいな。朝一バンバンなんか釣ったみたいっすね。何これ、イスズミ、餌いいサイズじゃん、うん、おお、ナイスサイズ、イスズミ。よいしょ、ちっちゃい、30センチぐらい。これはちょっとでかいな、泳がせでは。ねっ、けどやるか、手持ちスタイルでやってみような、一回な。はい、夢はでかく、ねは深く。まあ、たらしなんですけど、はい、スタンディングスタイル。お、餌なくなってる。おう、本当だ。いやー、マジ GT とかね、人飲みするはずだからね、このサイズ。夢がある。かかったらでかいぞ。かかったらもう大変な騒ぎっすよ、これは。はい、じゃあこちらだけ涼み泳がせます。はい、そのまま元気に泳いでますか。お、元気元気元気。ちょっと根に入られん。はい、はい、夢ある釣りしましょう、ここに来たからには。じゃあ乞うご期待を。
皆さんあちらイルカいますね。すごいイルカ、なんか追っかけてるイルカが、ほら背びれが見えるんすよ。あ、イルカっすね、完全に泳ぎ方がドルフィンっすね。イルカがいると魚が散るんすよね。うわ、いっぱいいるね。いっぱいいる。うわお、すげえ。あ、赤ちゃんイルカもいる。かわいい。元気いっぱい泳いでった。別に何かを追っかけてるってわけじゃなく、移動中か。こんなたくさんのイルカ初めて見たかも。おじさんが最高さ。変態おじさんを捕まえますか。エリート社員のグループも釣ってやる。餌拾うな。来た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 。ベラ、なんだこれ。ベラちゃんゲット。餌にはちょっと不向きだね、これ。ベラちゃんゲットっすね。こちら真っ黄色のベラっすね。でかいのかかったかも。あー、でかいでかいでかい。バンバン、めっちゃ行く。どうつきたからね、無理にできない。はい、ひっちゃんさん何つった。あ、イラブチャーだ。いけるか。ナイス。やった。イラブチャー。ナイスイラブチャー。これもまた泳がせでもちょっとでかいかな。そうっすね。いいサイズ。いいサイズ。口元バッチリだ。引くね。胴突きでもやっぱり。あれっすね。夜は胴突き渋かったけど。うん、明るくなったらなんかちょっと反応いいっすね。今イルカいっぱい見えてましたね。だからさ、びっくりしたな。回遊魚大丈夫かな、ちょっと心配だ。イルカ抱いたら逃げるのか。そうなんすよ。何でも食うからな。イルカマグロとかも食いますからね。だからリリースしてます。はいはい、ひっちゃんさんまたまたヒットっすね。ベラ、ベラちゃん、沖縄でもよく釣れるベラちゃんですね。はい、こちらカラフル、スートンカラ、ザ南国の魚っていう色っすね。これもリリースだね。はい、小さい。こっち怪我してる。あ、本当だ、なんかに噛まれたのかな。やられてるな。ちょっと期待だね。なんか今更っすけど、うん、やっぱ沖縄の魚似てますね。こっちも似てるね。こちらもリリースね。はい。あ、なんかバンバン釣ってる。おっしゃ、釣れた。さあ、来た。おお、叩いてる。ちくしょう、イスズミだ。はい、今釣れたのはイスズミでした。30センチぐらい。おっしゃ、釣れた。さあ、デージ曲がってる。さあ、頑張れ。なにこれ、今日一だぜ。さあ、なんだ、火がめっちゃシャープ。大きいメジだ。
大きい目印でした。しゃあ、ここ全然お前じゃない。くそ。おきめじでした。おきめじです。おきめじ。はい、バンバンなんか釣ったみたいですね。ああ、いいね。40cmぐらい。見せて。40あるから35ある。おー、ナイスサイズ。泳がすか？泳がそう、泳がそう。夢ありそうだよな。これちょっと持っていこうかな。いいね。反応ありますね、今。さあ、反応ある。でかい何かしらがいますね、こちらの下に。ほら、いね、でかっ。これ見てる見てる見てる。タマン来て、アカナ来て、最後。最後はバンバンがやってくれるんだ。 GT ね。さあ、リーダー入った。うおぉ、バンバン。すてき。バンバン、しゃー、バンバンおめでとう。おざっす。バンバンやった、めっちゃ嬉しい。うわー、すごー。